私は日本に来たのはもう25年前ですね。最初は2年のつもりだったんですね。うちのお母さんに行ってきましたけど、ついつい長くなってしまいましたね。でその間、さっき紹介あったんですけど、銀行員をやったり研究者やったり、今大学教員をやってるんですけど、何回も今度こそ帰ろうと思ったことあります。イギリスに帰りましょう。で結局残った理由はですね、まあ一つの理由はですね、二つの文化またがって生活するの、することの面白さですね。でそれについて今日紹介したいと思ってます。ではっきりまだはっきり覚えてます。最初日本に来た時ですね、伊丹空港、昔国際空港だったんですけど、で9月、まだ蒸し暑い気候だったんです。蒸し暑い天気、イギリスと全然違う気候、周りを見ると、まあ、髪の毛が真っ黒の人たち今日みたいにね、やっぱり外国に着いたっていう、こう実感が湧きました。あとはですね、一番印象深かったのはですね、周りを見て、まあ、ネオンサインがいっぱいあって、標識があって、全部いろんなことが書かれてるんですね。でそれを見て私は突然文字読まなくなってしまった、そういう、こう読み書きできない人になってしまったっていう、印象はすごい受けたんですね。で多分普段はですね、ほとんど無視してるんですね。なんとか新発売とか朝日スーパードライって書いてるんですけど、普段はね無視しますよね。でもいきなりその中に入っちゃうと、そのフィルターが外されたような感じですね。その情報の多さに圧倒されて、その気持ちを覚えていますね。英語で言うとディジーですね。クラクラする、まあ良い意味でクラクラするですね。興奮気味 でそういう状態だったんですね。で見てこの日本語という暗号解読できればきっと素晴らしい世界が見えてくると、もう新発売なんとかとは分からないんですね。で日本語の勉強をやり始めて取り掛かりました。で最初ね、意外、まあ最初じゃなくて、日本語面白いんですね。英語と全然違うところが多いので、なかなか面白いと感じました。特に英語との関係を考えるとですね、例えば、学校に行くと、日本語学校に行くと、英語の milk は牛乳と習います。牛乳なんですけど、コーヒー入れた途端にまたミルクに戻りますね。それはなんか面白かった。あとですね、政治家のブレインっていうのは、政治家のブレインはあなたのブレインかもしれないですね。僕のブレインかもしれない。だいたい政治家のブレインではないですね。政治家のブレインって言った場合、マイカーでいいんですけど、たくさんの人たちがマイカーに乗ってるというのはすごい不思議な感じがします。あとですね、漢字も頑張りました。憂鬱とかバラとか、そのどうでもいいなんとなくこう暗号の解読、に関係する活動だと思って、覚えました。でその後日本語能力試験1級受かりました。それでできると思ったら、ただ、仕事をやり始める、大学仕事をやり始めると、もう本当に通用しないということはよく分かりました。まあ、小さい例なんですけど、どっかの会議で、軽蔑ガイダンスはいつ開催しますかっていう、話になったんですね。軽蔑ガイダンス、軽は何、理学系とか物理系とか、そういう系なんですけど、僕の電子辞書を調べたらですね、人を軽蔑するって書いてるんですね。軽蔑ガイダンス、まあ、きっといじめ問題があったのに違いないとしばらく勘違いしました。そういうふうにですね、そういうふうにこう失敗しながら、恥ずかしい思いしながら、まあ、少しずつ使えるように日本語を覚えてきました。で、まあ、振り返ってみると、まあ、楽しかった、面白い経験だったんですけど、結局長い戦いという印象もやっぱり残りますね。で、こういうふうにこう身を異文化に置くっていうのは、そういう自分の、ここに書いてあるんですね、
自分のコンフォートゾーンから踏み出して活動することになりますね。でコンフォートゾーンは何かというと、まあ、心地のいい、ストレスを少ない活動の場ですね。でそこで踏み出すというのは心地が悪くて、ストレスが多い。そうするとそういうふうに言うとあんまりいい印象を受けないかもしれないんですけど、経営学とかそういうところに行くと高く評価されますよね。やっぱりこう自分のコンフォートゾーン、自分の心地いいところから、踏み出して、こうインターネットを見るとこういうのいっぱい、載ってると思うんですけど、これは Where the magic happens って書いてるんですね。まあ私は日本に来て、こういうふうにやってるっていうのは明らかに私の、コンフォートゾーンから離れてるんですけど、これはなんか納得できない部分あるんですね。私の経験とちょっと違いますね。でちょっと違う考え方から、見ていきたいと思うんです。これは IBM の創設者トムス・ワトソン、この言葉、この名言はかなり気に入ってます。 I'm no geniusI'm smart in spots, but I stay around those spots. まあ要するにね、天才じゃない。天才ではなくて、ところどころに才能があって、その才能を生かすっていうところですね。で、まあ多くの人たちはこういう言葉を共感できる部分はあると思うんですけど、やっぱりこうスポッツをこう作らなきゃいけないんですね。こう同じコンフォートゾーンの中で、作るのはなかなか難しい。で特に僕、まあ、かなり長いこと、ね、日本の教育システムに参加して、参加して見てきたんですけど、日本は教育レベル高いんですね。世界見てもレベル高いんですけど、多様性は少ないですね。多様性を育てるようなシステムではない。でその中でみんな同じようなコンフォートゾーンを持っていることになります。その中で自分の得意分野、自分の得意スポットを見つけるのはなかなか難しい。でこれはもうちょっと私の経験に近いような、コンフォートゾーンと、まあ、まずですね、教会をちょっと ぼかして書きました。それは気分によりますね。気分によりますし、あとビール飲むと、ま、もっと ぼやけてきますよね。あとですね、こう新しい経験して、完全にコンフォートゾーン から踏み出してるんじゃなくて、コンフォートゾーンが形を変えながら広がっていくっていう、そういうのは僕の経験に近いんですね。で一つ具体的な例を紹介したいと思います。これは私が、関わってきた、まあ、大きい、プロジェクト、時々ニュースに出てましたので、皆さん耳にしたことはあるかもしれないんですが、大陸棚の、延長した大陸棚の話ですね。で、これはですね、何かというと、まあ、海に面している国は、ある程度、その海に対する、権利を主張できるんですね、当たり前。当たり前なんですけど、どこまでっていうのは、なかなか決めにくい。でこの話は実は15世紀まで上りますね。その時は、ローマ法王がですね、大西をスパッとこう2つ分けて、はい、スペイン、ポルトガル、はい、終わり。で分かりやすくていいんですね。分かりやすくていいんですけど、反対する国は当然出てきます。でいろいろね、右翼曲折があって、最近ですね、国連が中心になってルールを整備してきた。でその、ルールに従っていろんな国が今、自分の権利、国際的に認めていただくような運動を始めています。実際に申請して国連で審査委員会があって、そこで承認されればもうその国の、領土に入ることになります。で考え方は、まあ、かなり簡単なんですけど、陸地があって200海里、海里使いますけど、360km ぐらい。まずこの領域はですね、この領域は排他的経済海域
になります。で、この下にある改定も全部この国の、試験になります。ただし、こういうふうに距離だけで線を引くと、それは、下にこう地形が続いているとか地質が続いているのに、そこで線を引くのは不自然な境界になるので、それを超えるような延長した大陸棚も認められます。私が関わったのはこの延長大陸棚の定義申請です。で、結構大変なプロジェクトだったんですね。毎年100億円ぐらいの予算がついてました。5年間。で、それを聞くとですね、僕は消費税分だけでもいいんですけど、自分の研究使いたいなと思ったんですけど、まあ、こんだけの船を動かして、潜水艦もそうですね、あとは地震計を海底に置いたり、非常に大掛かりのプロジェクトになりました。で、これを使って、こういう船を使って、日本近海の海底の重力、磁性、岩石の種類、岩石の年代、いろいろ明らかにしてきました。今までないような精度で、もう非常に綺麗にその姿が浮き彫りになってきました。まあ、ミリメートル単位でいろいろ決めている。で、科学者として、私科学者としてですね、まあ、海底ミリメートル単位で決めるのはいいんですけど、プレートは年間で数センチメートル動いているのでいいのかな。でも、まあ、それは国際法と地球科学の違いだと割り切るしかないですね。で、私はこの中で何をやったかというと、まあ、膨大なデータを集めて申請書の形に集めなきゃいけない。で、申請書は国連に出すもの、英語。英語で書かなきゃいけない。で、専門知識が必要。だから、私は、まあ、いろんな研究者と連携しながら、この、申請書の、仕上げに貢献しました。で、結果なんですけど、まだ認められてない、完全に審査終わってない部分があるんですけど、まあ、こういうピンクのところは、ここは日本ですね、四国と紀伊半島、九州。これは四国海盆で、南鳥島はここにあります。こういうピンク紫のところは新しく認められた範囲、まあ、日本の国土の8割ぐらいに相当するようなもの、認められました。非常に大きな結果になりました。大きな結果というのは、まあ、海底に資源がいっぱい眠っているという事実はある。今抽出するのはそういう技術は難しいんですけど、資源という意味で、非常に大きい。あとはですね、国境境界、国の境界どこにあるか、こういうふうに国際的に認めていただくというのは、要するにこう争わなくて決まるもの、まあ、そういう意味で非常にこれ成果は大きいと思っています。で、これが申請書です。時々、まあ、半分冗談で言うんですけど、僕以外の人は誰か読んでるんですかね。でも審査員は少なくとも、それ言っちゃうとダメかな。何人かは読んでるそうです。はい、まあ、トルストイ の戦争と平和よりもでっかい、ものになりました。3200ページ。で、私にとってですね、このこういうふうに地球科学者、私は地球科学者 と政治家と話し、外務省の人たちと話ししなきゃいけない。そして国際法の人たち、そしていろんな技術の人たち、一緒に話し合って一つのこう国家、まあ、の国家プロジェクト、この、まあ、日本の国益で、国際的にもこんな大きなプロジェクトに貢献できたというのは、僕にとって非常に感慨深いものだったんですね。非常に、面白かった。で、なぜできたかというと、どういう
才能というかどういう経験が必要だったかというと、まあ、まずイギリス人であるんですね。日本に住んでいるイギリス人、日本語はできて、地球科学知識があって、あとはですね、多分まあ、雑誌の編集者の経験とかいろいろある。それは僕これ目指してたわけではないんですね。偶然こう偶然の出会い、あるいは自分の趣味として、培った自分の得意なスポットがたまたまここに非常にうまいことはまったということですね。で、じゃあそのコンフォートゾーンから踏み出して活動するっていう、それは必ずしも留学とか僕みたいにね海外に行く必要はないと思うんですけど、違う考え方、側近で見る一番手っ取り早いやり方だと思いますね。いろんな意味でやっぱり留学は重要だと思いますし、世界見たらですね、爆発的に留学生の人数が増えてます。増えてるんですけど、これは、日本ですね、2012年、これはまあ海外、に行った、まあ、留学生の人数、まあ、一番上中国、インド人口が多いので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、あとはですね、まあ、韓国はこんだけ大きい人数多いですね。でドイツ、サウジアラビア、フランス、アメリカ、マレーシア、ベトナムとか、日本はここなんですね。ここですね。これを先週データを集めてみて本当にびっくりしました。こんなに低いという。あとですね、日本人一番好む行き先としてアメリカがありますけど、こんだけ減ってますね。10年間で半減してます。これは最後のスライドなんですけど、これは学生に話しするの、時々学生に話します。これは数千年前、アルゼンチンにあるクエヴァ・デ・ロス・マノス、有名な場所なんですけど、数千年前そこに住んでた人たちの手形ですね。これはやっぱり人間のこう基本的な願望の一つを表していると思うんですね。残したいんですね。私はここにいました、それは歌詞残したい。私は昔銀行働いてて、年収良かったですね。おいしいレストランに行けるし、辞めた時はですね、だいぶ迷いました。でも結局大学戻ってきたのはこういうことに関係しているという気はします。で、自分の学生を見てると卒業した後はどうなるか、やっぱり教育者として非常に気になります。で見てるとですね、よくもっと暴れてほしい。もっと限界試してほしいなと思います。で最近ですね、国内志向ってい こう傾向、若者の傾向あると思い言われている、そういう関係もあると思います。まあ私はそういう人たちはですね、ぜひ自分のコンフォートゾーンはどこまであるのか認識した上で、あえてそこから、踏み出して、日本の大陸棚と同じように拡大させて、それで、程よくストレスを感じながら、楽しみながら、自分の手形をこうしっかり将来につけてほしいと思います。